皆さんこんにちは、マレーシア在住のリリです。実はですね、私1ヶ月ほど日本に帰国してまして、昨日、一昨日ですね、マレーシアに戻ってきました。なので1ヶ月ぶりの撮影になるんですけど、そんな今日は、日本に帰ってる間友達とかによく聞かれたことについてこの動画を通じてお答えしていこうかなと思います。では早速スタート。まずね、マレーシアで生活しているっていうと、マレーシアについてだったりどういう風に暮らしてるのかって聞かれることが多いんだけど、何よりも今ね一番話題になったのは円安だから生活大変じゃないっていうことでした。そうですよね。あのね、日本に帰った時もニュースとかで見てたけど、ハワイに旅行行くのにお金がすごいかかるから、なるべく食費はかからないようにカップラーメン持ってったりとかっていうニュースもやってて、確かにね、本当に海外旅行も大変なくらいだなと思うんだけど、実際マレーシアで生活してると円安だから大変っていうよりは、もうマレーシア全体的に物価が上がってるっていうことで、生活に必要な消耗品だったりとか、あとは食料品に関しても数年前からいろんなものが値段上がってます。前までは正直あんまりね値段を気にせずにカゴにポン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 入れてたんだけど、今はね必ず値段書いてないものでもチェックして買うようにするくらい物価が高騰してます。で、円安についてはマレーシア国内で生活する分にはそこまで大きなダメージっていうのはなくて、多分アメリカに旅行に行かれる方とか、あとは日頃からアメリカドルで生活している方とかに比べるとマレーシアはまだマシなんじゃないかなと思います。で、あと一つね、日本に帰って思ったのが、もう日本もマジでいろんなものが高いですね。いや、噂には聞いてたけどこんなに値上がりしてるんだってすごい痛感しました。で、それで言うとマレーシアで生活してていつも何を食べてるのっていうのも聞かれましたね。で、マレーシアっていろんなね美味しい料理があるんだけど、特にこれといって例えば日本でいう寿司とかラーメンみたいなのが多分あんまりイメージにないみたいで、シンガポール近いしなんとなくラクサみたいな、なんかエスニック系なのみたいなイメージが強いみたいで、癖の結構強いものを食べてるって思われがちみたいなんだけど、全然日本食食べてるよって答えました。家でもね自炊するのはもう全然日本の調味料とか日本の食材を使って料理するし、外食行っても日本食は日本と変わらないぐらいのクオリティで美味しく食べれるんだよっていう風な感じで言ったかな。あとはインド系の方が多いからインド料理、カレーとかも日本より全然安くて美味しいナンとかも食べれるし、あとは中華系の方も多いから本格的な中華料理も食べれるよっていう感じですね。で、あとはマレーシアについてあんまり詳しく知らないっていう友達から聞かれたのは、マレーシアって何語なの？って質問がありました。マレーシアは本当にねいろんな言語が飛び交ってるんだけど、マレー語がもちろんあって、あとは英語で、あとは中国語、中国語の中でもいろいろ種類はあると思うんですけど、あとはインドの方はヒンドゥー語とか喋ってたりとか、それぞれねいろんな言語が飛び交ってるから、本当にねそれがね面白いところでもあるかなと思います。で、そこで友達はね、じゃあもうほとんど日常生活は英語ってこと？みたいなこと言われたんだけど、実際ねスーパーとかレストランでのやり取りはもう本当に決まった言語っていうか決まった文言しか使わないから、私みたいに英語能力がなくても生活できるよっていう風に話しました。で、その友達にね会う時にマレーシアから買っていったお土産とか渡すと、今なんかあるかな、お菓子ちょっと見てくる。紅茶のねこの箱にはこんな感じで書いてあるのが漢字で中国語だったりするんですよ。このね表面にも漢字が書いてあるから、友達がねお土産見ると、マレーシアって中国人多いの？みたいな気になるみたいでよく聞かれます。マレーシアはね中華系の方がすごい多く住んでて、こういうパッケージとかにもマレー語と英語と合わせて漢字で中国語が書かれているものが多いです。で、あとはマレーシアってテレビとかで見たことあるけど、やっぱり家にジムとかプールってついてるの？って聞かれました。今のお家も前のお家も私が住んでるコンドミニアムにはプールとジムがついてます。大体日本から移住されて来られる方が住むようなセキュリティがちゃんとしっかりしてるようなコンドミニアムにはプールとジムがついてることが多いんじゃないかなって思います。
で、あとはね、日本とマレーシアって大体フライトが7時間くらいあるんだけど、その7時間のフライトきつくないの？って言われました。私は大体ね、エアアジアとかあのバティックエアとかね、そういう LCC を使うことが多いんだけど、格安航空会社ってつけない限り機内食もついてなければ、あのドリンクも有料じゃないですか。だからね、私はもうお菓子をねいっぱいあの手荷物の方に入れて、あとは中で飲み物も買って準備満タンにして、機内ではねもうなるべく寝るようにしてます本当に7時間ぶっ続けで寝てるんじゃないかっていうぐらいほとんど寝てます。やっぱり寝れないと長くてきついし、あとはYouTube で、オフラインでも見れる動画をねダウンロードして、機内で暇だったら見るようにしてます。 LCC だとね、あのモニターもついてないし何もないから、暇を持て余さないように極力してます。で、あとは必ず聞かれるのは、日本とマレーシアどっちが好き？って聞かれます。私はもう断然日本です。うん、日本人だからやっぱり日本は大好きですね。そう、今回帰って改めて思ったけど、やっぱり日本はもう全ての環境が整ってるなっていう風に思いました。なんかね、当たり前のことだと思うんだけど、あれが欲しいなと思ったら必ずね、あのその自分が思いつくようなものって売ってるし、そのクオリティもすごい高いしっていうので、本当にねすごいなって思いますね。すっごくそういう面でも便利だし、日本っていいよなって改めて思ったんだけど、今どっちに住みたいのかって言われると、もう断然マレーシアなんですよね。やっぱり日本にいてちょっと窮屈に感じてマレーシアに来たっていうのがあの根本にあるので、私はマレーシアで、なんだろう、この自由奔放なのびのびと生活してる感じがあの自分には合ってるのかなっていうふうに思ってます。だからね、日本の方が好きってすごい自信を持って言うんだけど、日本にはないいい部分がマレーシアにはあったりとかして、どっちも好きなんですよ。どっちも本当に大好きだなっていうふうに思います。次行ってみよう。私が日本に帰って必ず買ってくるものだったり紹介させていただこうかなと思います。ちょっと持ってきますね。はい、というわけでいろいろ持ってきました。まずはね、食べ物系ですね。食べ物系で言うと、これお赤飯の素。そう、マレーシアでね、いろんなお店でお赤飯の素を探したんだけど、なかなか見つからなかったので何個か買って帰ってきました。結構前なんだけど、ネットフリックスでね、ビバンを見たの。そう、ビバン見たらあのお赤飯出てくるんですけど、お赤飯がね、無性に食べたくなっちゃって今回持って帰ってきたんですよね。で、あとはそう、日本でコストコに行ったからね、ちょっと大容量なんだけど、この大人のふりかけ、お弁当とかに入れられるふりかけをね探してて、大容量のものが見つかったのでこれを買ってきたのと、あとはお吸い物、コストコサイズなので50袋業務用って書いてあります。これも大量に持ってきました。あとはこういうシリーズ、うどんとかさ、おそうめんにこのままプチッとポーションをかけて食べれるようなものなんだけど、こういうのも家にあるだけでねすごい助かるから。そう、私はね、マレーシアに住む時、最初の2週間は会社が用意してくれた寮に住むことになってたんだけど、本当にその頃ね、お金もないし、料理する環境もちゃんと整ってなかったから、ご飯を家でどうやって食べるか試行錯誤してて、ずっとで、確かね、日本から砂糖のご飯みたいなパックのご飯を持ってきてて、それとあとはね、空港でおばあちゃんが持たせてくれたなんか佃煮みたいな、そうもので、1週間ずっとそれでちまちま食べて過ごした思い出があるんですよ。だから本当にね、当時はその佃煮にめちゃめちゃ助けられてて、ちょこちょこってね食べられるものを最初は持ってくるのがいいかなと思います。まあ今はお金さえあればね、スーパーに行けば何でも日本食も買えるし、環境が整ってればいいんだけど、作るのもやっぱり手間だったり大変だったりするから、最初はめちゃめちゃ簡単に食べられるものを持ってくるのがいいかなと思います。あとはこれだね。これはね必ず持ってきます。海苔ですね。そう、普通の海苔なんだけど、これもコストコで大量に買ってジップロックに入れて持ってきました。海苔はマレーシアでも全然買えるし、ドンキーとかにもね売ってるんだけど、海苔ってそんな安いものじゃないし、日本でももちろんまあまあ高いんだけど、結構使うことが多いので日本で必ず買って帰ってきてます。で、一回ねラザダで海苔を頼んだんですよ。で、結構大量に頼んじゃったもんで、100枚ぐらいかな、100枚ぐらいを1個のジップロックにこうやって入ってて、すっ
っごいしけっちゃってて、もうふにゃんふにゃんのノリだったんですよ。しかもね、そのノリの質があんまり良くなくって、なんだろう、漁港でやってるなんかちょっと網みたいな食べちゃいけないものが混ざってるような感じがあって、そう、食べた瞬間にわーっていうのが時々あったから、それからはね、もうその業者から買うのをやめて、ドンキで買うこともありますし、あとは日本に帰ったタイミングでこうやって買ってくることも多いです。で、あとは薬とか、これロキソニンなんですけど、必ず帰った時に買うようにしてます。マレーシアの病院でもね、こっちの保険が効いて安く薬をねもらえたりするんだけど、こういうのが家にあるとすごい私は心強いので、ロキソニンを結構買ってます。で、あとはこれですね、今回キズパワーパッドを買ってきました。そう、マレーシアでね、キズパワーパッドをまだ見かけたことがなくって、キズにね貼っといて、最長5日間ぐらいもうそのまま絆創膏を貼り続けて、剥がすともう傷が治ってるよみたいな、めちゃめちゃ優れものですよね。あとはこういう化粧品ですね、日本でまあバズってるものとかそういうね化粧品試したいなと思っても、なかなかマレーシアでは手に入らなかったり、ワトソンとかに行くのは何年後とかだったりするので、帰ったタイミングで買ってます。あとはね、もう日本に帰ったら絶対に洋服を買って帰ってきてます。こっちから日本に帰るときは、洋服を今回も本当にズボン1着と T シャツ2枚ぐらいだけ持って行って、まあ実家にねお世話になるっていうのもあって、そっちにも洋服があるからっていうことだったんだけど、本当に洋服をこっちから持っていかずに日本で買って可愛い洋服を持って帰ってくるようにしてます。マレーシアでもね洋服買うことあるんだけど、やっぱりね日本の方が可愛いデザインのものも多いし、日本のものがやっぱり質がいいし持ちもいいので、日本で買ってくるようにしてます。あとは、お皿も今回買ってきました。可愛いお皿がずっと欲しくって、マレーシアでも探してたんだけど、日本の、ね、デザインの方が私的には好みだったから、日本でいくつか買って持って帰ってきました。それはスーツケースに入れると危ないから、手荷物の方にプチプチとかでくるんで大事に持って帰ってきました。はい、というわけで今回はいろいろとおしゃべりして、パパッと物も紹介してみたんですけど、いかがでしたでしょうか。そうで、今回ねお伝えしたいことが一つあって、このチャンネルはあともう少しで登録者数が1万人ということで結構前からもうちょっとで1万人って言ってるような気がするんだけど、なかなかね難しくって、あと現時点では200人くらいかなって、1万人突破ということで、その記念に質問コーナーをしようかなと思ってます。で、インスタのねストーリーで質問を募集しようかなって考えているので、私のねインスタをフォローしていただいて、質問募集した時にご協力いただければなと思ってます。で、このチャンネルもまだ登録してないよという方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。